ンを曲がるって覚えてる人損してるよ。道案内の単元でよく出てくる単語ターン、曲がるって覚えていた場合、次の例文はどう訳しますか？ Please turn off the light。 曲がるって覚えていると少し困りますね。これは電気を消してくださいという意味の文なのですが、なぜ turn off で消すになるのでしょうか？実はターンはもともと何かを変えるというイメージに当てられた言葉です。このイメージのことをコアイメージと呼びます。ターンは変えるがコアイメージなので、曲がる、回ると意味が広がってきました。 Turn off the light はライトを消すという意味になります。コアイメージを理解していると、単語の意味を一つ覚えるだけで他の熟語にも応用することができます。ターンを使った表現を他にも紹介します。 Rain will turn into snow late at night. The boy turned out to be a high school detective. 怠け者イングリッシュ。